はい、どうもこんにちは。こんにちは。グランドオープンした2016年シーズンのプロ野球スピリッツエース、はい、2015年で手に入れたこの契約書をですね、当てていきたいと思います。はい、2015年に取ったのにね、2016年の選手が出てくるんでね、ちょっとお得なんですよ。なるほど。さあ行きましょう。まずは B ランクですね。まあそうですね、開ける時の演出はまあね、あの10連の時と似たような感じで、シルエットが出てボンということでね、武隈選手でしたね。なんかあれですね、B ランクなのにいちいち行々しいというか、なんというかね、ちょっとね、めんどくさい。じゃめんどくさいね。ちょっと期待しちゃうじゃん。なんでね、まあ、スキップ機能がこうやってついてるんでね、スキップもしちゃいましょうね。はい、はい、次も B ランクです。 B ランクですね。まあいっぱいあるんでね、うん、まあ、巨人の選手が出てきてくれれば、うん、私的には嬉しいかなという感じです、はい。まあ、なんか新しいのは全部がほらニューなんですよ。それ嬉しいです。ああ、そっかそっか、はい。まあ、スキップでこうやって飛ばせていけるんでね、はい、まあいいんじゃないかな。で、A ランク契約書、はい、A ランク契約書を開けていきたいと思います。2015年で手に入らなかった坂本選手、2016年の A ランクをゲットするのだ。どうかな。まあでも多分、まあ多分ね、今出ないジジイじゃないんで。出ちゃった。首つかんじゃった。2015年あのずっと出なかったね、A ランク坂本出ました。出ちゃった。うーわー、あっけない。すごいすごい。うーわー、出た。こんな出てくれてね。はい、というわけでね、ショートが B、守備適性ありますね、はい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。いいですね。で、能力もチャンスでね、うん、いやかっこいいな。え、これだって自チームじゃないんでしょ。自チームじゃない。すごいよね、本当に。今すごいね。ちょっと油断してました。何これ。まああのあとはですね、はいはいはい、とりあえずちょっと興奮冷めやらないんで ね、多分あの編集でねカットしてダイジェストにすると思うんで、はい、あとはもう流します。はい、どうぞ。はい、というわけで A ランク坂本ついにゲットいたしました。はい、ついにゲットです。はい、はい、2015年のシーズンでね、ずっと、ね、手に入らなかったんですよ。でね、今回もあの2016年のチュートリアルクリアすれば坂本手に入りますよなんていうコメントもねいただいてたんですけれども、はいはい、なんせ2015ね、あの、うん、いっぱい応援の人にね応援してもらいながらね、うん、手に入らない、その中でねやっぱりまあ、はい、ちゃんとスカウトから手に入れたいなっていう気持ちがあったんで、はい、まあ今回やったわけですよ、はい。ただね、今回本当おまけ的な感じで、うん、2015年に手に入れた契約書を開封するだけだったんでね、ちょっとね油断してたんですよ、うん、絶対出ないと思ってたんで、ね、はい、でスキップまでしちゃいましたからね、動画の、うん、開封の、ね、パンパンとやっちゃってた、はい、そのくらいに、ね、油断していたところだったんでね、うん、本当びっくりしてるんですけども、はい、まあね2016年、うん、いいスタートがね切れたんで ね、 そうですね、はい、まあ、前回はねどうなることかと思ったんですけれども、うん、はい、2回目にしていい感じのね、はい、結果が出ましたので、はい、まあ、これからも2016年、頑張っていこうと思いますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。お願いいたします。で、ね、次の目標もね考えていかなきゃいけないのでなんかねアドバイスいただければ。あ、確かに、はい、はい、お願いいたします。はい、お願いします。